栗山選手おめでとうございます。2000本安打やっぱブレないんだよね。なんか紳士、こういい兄貴分でありで、時にはコーチであり、そしてプレイヤーでありっていうところで、だからね、すごい。やればできるよ、できるよ、やれば。はい、じゃあそれではよろしくお願いします。お願いします。今週もマンデーベースボールよろしくお願いします。お願いします。本日は野村ひろきさんです。よろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰してました。早速ですが、はい、今週やるお題なんですけど、うん、選手が誰か当ててください。はい、そら、もうそら大体想像つくでしょう。そら、それは大体想像つくでしょう。あの、まあ一応ヒントを、オリンピックとか関係ない、野球でいいんでしょ。あ、そうです、はい。それはもう分かるでしょう。それは大好きな人でしょ。まあ僕が大好きな人です。はい、ライオンズでしょ。ライオンズです。うん、ここまで、はい、ね、そうですね、うん、じゃあ、まあ、一応ヒント考えてきたんでいいですか。どうぞ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 。まあ、ヒント1がパインアメが大好物っていう。パインアメ、はい、普通のアメちゃん。はい、あのアメちゃんです。のパイン味ってこと。はい、が好きな人。はい、それ言われると余計わからんわ俺。ちなみに野村さんはお好きなお菓子とかありますか。お菓子、はい、コロン。コロンですか。僕前一度プロ野球ニュースでお仕事一緒にさせていただいた時に、うん、パイ生地のお菓子がすごい。それパイ生地は好きよ。それは別にちっちゃい頃から好きなのはコロンだね。あ、そうなんです、うん、あ、知らなかったです。それは覚えといて。はい、じゃあ続きまして、はい、ヒント2つ目です。はい、登場曲、その選手の登場曲がクレイジーケンバンドの、うん、あ、やるときはやらなきゃダメなのよ、はい、曲なんですけど、クレイジーケンバンドさんって横須賀か横浜。あ、そうそうそうでしょ。はい、うん、知ってますよ、私は。あ、ご存知ですか。はい、ちょっとあの大変恐縮なんですけど、うん、ちょっとそこのあのこの曲のサビをちょっと一節だけいただいてもよろしいですか。むちゃ言うな。むちゃ言うな。ちょっとじゃあ音流してよ、それに合わせて俺歌うから。やればできるよ、できるよ、やれば。俺もクレイジーバンド入れるかな。いや、もう大丈夫です。一日だけ入れてもらいます。入れないです。無理です。クレイジーバンドさん失礼しました。すいません、ありがとうございます。はい、はい、まあここまでで、この選手をまた言うてんの。いや、すいません、これで俺外したらね、はい、怒られるよ。はい、ほんとすいません。言うても俺ライオンズのキャンプは毎年見させてもらってるからね。はい、それは分かりますよ。はい、2000本安打打った栗山選手ですよ。はい、合ってます。はい、正解です。よかったです。はい、今週のお題は栗山選手です。栗山選手おめでとうございます。2000本安打。野村さんの視点でなんかすごいなって思うところってありますか、技術の。まずキャンプも見ててもやっぱブレないんだよね、なんか練習が。で、当然もう35ぐらいの頃からキャンプ見させてもらってるけど、もう当然ベテランの域に入ってきてるから、やっぱコンディションっていうのをものすごくこう気を使いながらこう日々キャンプを送ってるなっていうところで、その辺やっぱさすがだなっていうのと、まあ、技術的なことで言うと、まあ僕ピッチャーなんでね、ピッチャー目線で言わせてもらうと、やっぱ選球眼がいい。追い込まれてからもこう簡単にアウト取れないバッターというか、だから2000本目もそうじゃない、牧田から打ったのもファールで粘りながら外の難しいのをレフトでカチンと打ったりするじゃない。ああいうところがね、やっぱり栗山選手の凄さかなっていうのは感じますね。栗山選手には、まあ、先ほどもお話であったように何度もインタビューすごいされてるっていうふうにお聞きしたんですけど、うん、人柄とかはどういった印象が。やっぱキャンプでいろいろ取材させてもらって、当然インタビュー取らせてもらうんだけど、やっぱね、紳士でね、僕らが行ってこうやっぱりいろんな選手にこうインタビューしながらガチャガチャガチャしてる中でも、やっぱりこう
ちゃんとね、今の状況であったりで自分のことだけじゃなくてチームのことであったりやっぱいろんなことを考えながら真摯に答えてくれるんで、だから我々もやっぱ質問する側もやっぱ安易に質問できないからね彼には。だそんな印象ですね、うん、栗山選手がね誕生日の日に打てなくてインタビューあったでしょ、淡々と喋ってたのよ。だ俺がインタビュアーだったら栗山今日はがっついていけよって史上初だから誕生日に2000本打てるなんて、そうでしょ。だからあの日もやっぱりこうチームに貢献できるどっかで一本打てればなって本人は淡々と喋ってたから、こいつすごいなと思ったもん。でもさっきおっしゃ野村さんがおっしゃってた栗山さんの人の良さみたいなのももう出る感じですよね。あれなんかカッコつけてる感じじゃないじゃないですか。ないんだよね、もう本当地で、うん、だからねすごい、うん、だそこはやっぱ俺と違うまあファンの方に慕われてると思いますけど、うん、野村さんもそういったファンとの思い出とかってあったりしますか。僕は横浜だったからやっぱ横浜、まあ、太陽時代からのファンっていう方いるけど、やっぱりねファンってね温かいんですよ、うん、特に僕ら太陽時代からね決して強いチームではなかった中でやはりこう負けが続いてね、やっぱりもう車でやっぱり横浜スタジアム帰る時 もう出たくファンの方がわーっといる中でね帰りたくねえなと思う時はあるんだけど、それでもね明日頑張ってねって言ってくれるんですよ。やっぱそういうのがねやっぱ本当のファンだし、だから栗山選手もやはり人間的にもすごく真摯な人間だし非常にファンも多いんでね、やっぱそういった声援っていうのは数々受けてきている選手だから、やっぱそれをやっぱ力に変えてると思いますね。まあ、今後栗山選手どういった風に、まあ、今後なってほしいとかそういった願望とかってあったりしますか。まあ一応2000本っていうのは区切りだと思うんだけども、まだまだやっぱ通過点だと思うんで、でそんなこと言ってもやっぱ栗山選手に聞くと数字はおそらく言わないと思うんだよね。純粋にこうやっぱりライオンズをこれだけ20年間一線でやってきてる男ですから、もう今からはもちろん自分のこともそうだろうけどやっぱりチームのことも非常に考えてる選手なんでね、やっぱそういった中でやはりこういい兄貴分でありで時にはコーチでありそしてプレイヤーでありっていうところでそれが全部こなせる選手だと思うので、やっぱりライオンズとは貴重な選手だなっていう一人の人間としてね、そういうふうに思いますね。まあ、僕個人的なイメージとしても、うん、まあ、そういった一つの球団で、まあ、戦い続けられた方は、うん、まあ、コーチであったり監督になられるようなイメージがあるんですけど、うんうん、あ栗山監督を見たい。そう、まあ、だってこれだけねライオンズで一筋でやってきてこれだけの成績を残してっていうところではやっぱり監督っていうものも含めてやっぱり筆頭に上がってくるんじゃないかな、うん、楽しみだねそこもね、はい、うん、ちなみになんですけど、はい、まあ、野村さんは俺、はい、俺の話俺が何、野村さんはそういったコーチだったり監督っていうのは、いやだってコーチ監督だったらスパーク出れねえしこの YouTube 出れなくなっちゃうじゃんあれだってね。いやでもまあやりながら出ていただいても全然こっちとしてはもうさらにもう裏事情とか聞けないんで、願わくばまあ良きところでまあユニフォーム着ていただいて、うん、中入ってもらってで時々スパークで出ろ、そうでもうすごいスペシャルなネタをバンバン、ああじゃあ日曜日デーゲームだったら来れるね。そうです大丈夫です、じゃあ頑張ります、はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。スパークも見てねー。